からに自分を消してしまったから。でもそれはあなたが望んだことじゃない。誰も変な死に方なんてしていないし、誰も傷ついていないし、誰も憎んだりしない。そうだけど、ワイヤードから死んだ人の情報が紛れ出すなんてことももうないの。機能するもの。そうか、人の記憶、個人のものとか、人の歴史の中のものとか、それだけじゃなくて、そう、共有されている無意識だ。そんなに膨大なメモリーを蓄積できるようなものを人間が自分で作れると思う？ワイヤードはつなげているだけだったんだ。でも、じゃあどことつなげられていたの？人がそれを知る必要があるのかな？え？知らなくて、ずっとこれまでやってこられたじゃない。人の世界はそれぞれに神様を作ってお祈りし、世界はこうだって思い込んで、嫌な言い方。
にでも偏在しているもの。レインはじっと見つめるもの。そうよ、レインは神様なんだよ。違う、違うよ。神様になっちゃえば楽じゃない。人なんかよりずっと楽になれると思う。